は現在約 1.8 億円分のビットコインショートを保有していますが、現在含み損が日本円にし約600万円となっています。まあ、こちらね、約6万8500ドル、5万7700、6万3000、6万800、6万500ドルなどにポジション入れていって、合計ですね、18ビットコインほどのショートを持っています。で、その他にもですね、こちら S&P 500、日経平均、NVIDIA などのね、ショートをね、現在保有しているわけなんですが、皆さん私が、もし、私の分析知ってる通り、私は7万3000ドルでビットコインが頭打ちしてると思ってます。そして年末にかけて目に見える形でビットコインが下落するっていうことをね、まあ、確信している状態なのですが、まあ、大体ね、どのような形を考えているかと言いますと、まあ、このようなね、形をね、まあ、現在考えています。まあ、ビットコインがね、これから年末にかけて下落すること、そしてね、ビットコインが7ヶ月にかけて天井打ちのストラクチャー話してきましたが、これ以上正直もう話すことないんで、まあ、これからですね、まあ、これから起きる、大暴落、リセッションに向けて短期的な分析の方にね、メインにね、フォーカスしていきたいと思ってます。はい。ということで、早速入っていきたいと思うんですけど、こちら、明日から WSOT2024 バイウィート世界取引トレードバトル大会、世界で最も大きなトレード大会が始まります。こちら、バイビットの口座があれば、誰でも私のチーム参加できます。こちら、世界トップ10最低でも狙っていきたいと思ってるんで、ぜひ世界トップ10入ったら賞金にチームで山分けできるんでね、まあ、興味があれば説明欄からね、こちらリンク貼っときます。そして、口座ない方、こちら、15万円分のポジションエアドロップ100ドル入金するだけで、ポジションエアドロップもらえます。アクセスしていってください。ということで、早速ビットコインの方を見ていきたいと思うんですけどね。現在、こちら、日足で今パッと見るだけでも4個の市場に弱いサインが見ることができます。はい。で、上目線的な要素もね、もちろんね、見ていきたいと思うんですけど、もうこれパッと見るだけで、この短期的なロウソク足だけで4つの下目線的な内容が今見ることができます。ので今ビットコインロングまたはね買っていこうと考えている方はね、まあ、気をつけていくべきことをね、まあ、強く推奨します。まあ、なのでビットコイン売ってない方は、私はもう3月の時点で売ってるんですけど、はい、まあ、売ってない方は、まあ、これから大暴落経験することになると思われます。はい。でこちらですね、日足から見ていきたいと思うんですけど、こちらですね、62,600ドルのレジスタンスを、ね、現在ビットコイン拒否している状態です。で、この62,600ドルのレジスタンスね、このようにね、わかる通り、日足で今見ていますが、まあ、ビットコインがね、このように何度も意識しているっていうのがね、わかると思います。このようにですね、約7ヶ月間の間、まあ、意識される、このようなね、移動、このようなね、水平線、まあ、このようなね、線っていうのはですね、まあ、強力なサポートまたはレジスタンス、そして一時的にサポートとしてホールドしていましたが、これを割ったことによって、次サポートはレジスタンスに切り替わっていくので、まあ、とても重要なレジスタンスになっている状態なんですね。そして同時にこの赤の移動平均線、はい、20周移動平均線です。このチャンネルでよく話す20周移動平均線ですが、この20周移動平均線を現在ですね、まあ、こちら、割っている状態なんですよ。日足、週足で見ていったら割っている状態ですが、ただ日足で見ていくとですね、まあ、このようにね、ちょうどこれを伸ばしていくんだったら、日足なんで映ってませんが、62,700ドル付近にあるわけだ、20周移動平均線が。で、これを大きな上髭を、まあ、2日連続大きな上髭を日足レベルで作っていくっていうことはですね、もう明らかな下目線シグナルです。もう買い圧が足りてなくて、なんなら売り圧の方が大きいってこと、このローソク足だけで教えてくれてるので、まずこれ一つ目、とても下目線的なシグナル。この上髭がとてもシグナル、とても下目線的なシグナル。そしてさっき言った、こちら水平線を拒否、62,600ドル。この日足レベルでの7ヶ月間意識してた、このレベルを拒否、そして同時にこの大きな上髭、そして2日連続、そして20日移動平均線。20日移動平均線っていう青い移動平均線があるんですけど、もしボリンジャーバンドをね、まだ追加していない方はね、このようにボリンジャーバンドでトレーディングビューで調べたら出てくるんで、ボリンジャーバンドで追加してみてください。そしてボリンジャーバンドで、まあ、このようにね、見ていったら、まあ、時々ね、このように20日移動平均線を意識してるんですよ。このようにサポートとして意識したりとか、まあ、レジスタンスとして意識したりとか、まあ、サポートね、こう意識したりとか、レジスタンスを意識したりとか、たびたびね、このように、まあ、意識しているので、まあ、これをですね、この重要な62,600ドルのところで意識してるんで、このように完璧に。非常に下目線的な内容ですね。今のところ3つ目です、下目線的な内容。そして先に20周移動平均線のことを話しましたが、ちょっと話が飛んだんですけど、20周移動平均線、中足ではこのように割っている感じなんですけど、ただ日足で見ていったら、これ伸ばしていって分かる通り、これ拒否してるんで、これ、完璧に。これより下で、もうクローズ確定しちゃってるんで、はい、これでまず4つ目の下目線的なシグナル。今までホールドしていたこの20周移動平均線、
まあ、ちょうどこの 62,600 と被っていることもあるんですが、このようにですね、たくさんの根拠が、まあ、この小さな時間軸、この日足のレベルで集まってるんですよ。で、まあ、数々のね、まあ、このように大きな上髭を作ることによって、まあ、意識していることを証明している、売り圧のロウソク足だということを証明しているので、まあ、このようにね、連続して、この20日後平均線とかで大きな上髭を作っていることによって、まあ、明らかに意識して、これを明らかにレジスタンスとして、まあ、拒否してくれることをね、拒否していることを教えてくれているわけなんですね。で、同時に、これね、2日前の生放送でも話したんですけど、この流動性刈り取り。ここの高値の4時間足の、まあ、重要な高値ですね。この6万4千ドル。この重要な高値を、このようにね、大きく上昇して、大きな上髭作ってる、売り率を示している、買い圧が足りていないことを証明している。そして6万4千より上で日足を確定していない時点でブレイクアウト失敗。完全にショートのストップロスを刈り取ってから下落していってるんで、このようにですね、この重要な6万4千ドルより上で確定できなかった時点で、ビットコインがですね、この6万4千、なんならこの6万6500ドルで天井、短期的な天井を形成した可能性が非常に高くなってます、これ。はい。って感じで、今、ものすごく下目線的な内容があるわけなんです。これ5つ目ですね。約4つって言いましたけど、いや最後には6つ目。こちら、月足レベルでの、この62,751、ちょうどこの、6月と7月のローソク足の終わり値が62,700なんですけど、この62,700がちょうど今、ビットコインが水平線で拒否している、レジスタンスだということに気づかないといけないんですよね。はい。ということで、こんなにも下目線の根拠があります。でも私、まあ、バイアス、先入観入れていませんけど、まあ、先入観入れてると思われたくないんで、上目線のことも話していきましょう。上目線になるためにはですね、ビットコインが。この66,500ドルより上で、日足を確定する必要性があります。これも前にも話しました。ビットコインがこのまま連続的に上昇するためには、20周移動平均線、そして、6万5千ドル最低でも。これを連続として週足でサポートとしてホールドすることができるのであれば上昇が見ることができる可能性があることに関して話してきたわけなんですが、はい。まあ、ビットコインですね。現在、今のところ失敗している状態です。まだわかりませんが、週足の確定がこの20周移動平均線以下であれば、ビットコインがこのまま下落してくることを意味してくるんで、とりあえずビットコインがこの6万6千ドルより上で日足を確定するのであれば6万8千7万ドルが視野に入ってきますが、ただね、今見ている限りではね、この日足の今のコースを見ているとこの辺りが天井である可能性が非常に高いんで、まあ、このままで 1.8 億円のビットコインショートもホールドしていきます。はい、まあ、ということで非常に下目線的な内容となってるんで、自分だったらもう完全にショートで立ち回っていきます。で、ビットコインが下落していくとか、あるところにも下落してくるんで、はい。これ、崩壊が11月5日の米大統領選挙前後っていうことをね、まあ、話しましたが、米大統領選挙後に多くがね、上昇を望んでるんで、そして大衆心理的にビットコインは、まあ、どの銘柄もそうですが、多くの逆に動く習性があるので、はい。まあ、下落してくると自分は思ってます。はい、11月5日前後見てますけど、今のね、ローソク足見てる限りね、このままね、早めに下落する可能性全然あるんで、で11月5日をめどに本格的にもう崩壊ですね。それを今ね、自分はシナリオとして見ています。そしてもちろんそうなったら S&P500 とかね、日経平均も全部下落してくるので、まあ、ビットコインだけじゃなくて他の銘柄に対してもね、アドバンテージを取っていきたいわけに機械損失したくないんで、まあ、そのためにはこちらの銘柄ショートをしていってます。もしね、僕のようにね、ドル円とかね、これらの銘柄ね、株価ね、ショートしたい方は、バンテージ取引所であれば、USDT で全てビットコイン含めるアルトコイン、全部この取引所一つでまとめることができて、ビットゲットの手数料より半分安かったです。計算しましたが。バンテージね、今結構ね、使いやすいんで、自分もメインの取引所で使ってます。もしね、この動画見たら入金ボーナス最大活用法、僕のようにどうやったら入金ボーナス最大活用できるのかとか、ここにもね、画像貼ってますが、スクショしてね、最大活用することをお勧めします。今からリセッション来るんで大きなショートポジションで構築していってください。はい。ということで、ね、皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。一応、はい。WSOT 始まるんで生放送でしっかり、あ、そう、忘れてた最後。CPI 生放送明日していきます。9時半よりスタートしますが、こちら9時15分よりね、スタートしていきたいと思ってるんで、ちょうどね、WSOT もあるんで、こちら楽しみにしていてください。では。